皆さん、トトで一攫千金を狙いませんか。トトアンドリーム TV 司会の安田大さんの団長、安田です。よろしくお願いします。ヨコちゃん、今回もサポートよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週のゲストはスカッパーのサッカー実況中継でもおなじみ DJ ジャンボこと中村岩志明さんです。よろしくお願いします。団長、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。はい、ヨコ様とはですね、はい、もうお会いしてますねお久しぶりです、はい、お久しぶりでございます。以前トトアン祭のイベントで司会をしていただいて、うん、はい、もういっぱい助けていただきました、はいはい、大崎のフットニックでね、そうです、フットサルイベントの、はい、予想とかね、はい、スカパーの視聴者の方にいっぱい集まってもらって、はい、あ、大崎のあそこでやったんですか、はい、ちなみにトトの予想の方は、大好きですね、よくしてますね、はい、当たったりするんですか。大好きや言う人はたくさんいるんですけど。当たってますよ。当たってますか。当たってます。ね、はい、トトゴールは結構ね、勝率いいですね、はい、最高賞金で18万ぐらい。18万、はい、だいたい平均で10万前後当たってますね。でそれがね、5回ぐらい当たってるんで、はい、多分ね、60万ぐらいトトゴールでね、いただきました。60万って言ったらうちのオジンオズボンの年収ですよ。そんなことないです。年収ですか。でも投資も同じぐらいしますね、はい。ああ、だいたいトントンぐらいだと、はい、まあまあ、でも本当にあのトトは夢があって、はい、その予想する、うん、その楽しさっていうものがあるんでね、やり続けることが大事ですね、はい、大事だと思います。そうですね、はい、もう今回もそのね、ジャンボさんの心強い予想もね、期待したいと思います。はい、はい、では早速ジャンボさんの予想を伺いましょう。よろしくお願いします。はい、私の予想はこうなっております。ババン。はい、僕の予想こうなっておりますけれども、中でもポイントとなるゲームはこの2試合です。J2 の栃木と徳島、どちらもですね、これはもうどんな戦いをするのか、どんな結果になるのか、予想がつかなかったんで、1と2につけさせてもらいました。ただどちらもですね、ハマると面白いチームなんで、多分引き分けはないかなと、必ず決着がつくんじゃないかなというところで、ダブルを使わせてもらいました。で、あとこれも柏と山形は、ユーモガラ、皆さんもですね、よくご存知のように今大変な状況にいるというね、崖っぷちの状況にいるというところで、意地と意地のぶつかり合いです。なので、数多くチャンスを作り、そのチャンスをより正確に決められたチームが勝利するんじゃないかなというところで、これも引き分けないと思います。決着がつくと思います。で、より残留争いというのが面白くなるんじゃないかなと、また面白くなってほしいなという意味を込めて、この柏対山形も 1-2 のダブルということにさせていただきました。いかがでしょうか、僕の予想は。ありがとうございました。1と2のダブルっていうのも有効なんですね。はいはい、はい、すいません、本当分かりません、この2試合どっちか分かりません、はい、そうですね、ちょっと難しそうな感じしましたよね、はい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 、あともうちょっと気になったところがあるんですけど、はい、鹿島と千葉っていうのはもう千葉勝利2のシングルで、うん、これは難しくないですこれは千葉です、もう絶対にそう思います。波乱な感じがするんですけど。千葉ですか。波乱ですか、うん、過去のデータはなんかね、波乱だということを物語っているようですけれども、いや、これも千葉はですね、はい、大崖っぷち状態ですよね、はい、で千葉っていうのはこれ一度も降格経験してないですよね。うん、なんでそうなのかっていうと、はい、多分こういった崖っぷちでは、うん、目に見えない私たちが想像を絶する力、はい、何かが働くんですよ、きっと。それが今度の試合出るはずです。あとですね、うん、根拠というか、はい、見えない力、はい、ちょっと見えてる力があります。ちょっと見えてる力、はい、それは最近ですね、はい、深井がね、千葉は復活してきましたよね、うん、これはベンチ入ってましたけども、はい、深井ってもともと鹿島にいて、はい、で鹿島の中で期待されてね、大学から入ってきて、はい、でなかなかこう思うような力が出せずに、はい、放出されて、はい、チーム転々として今千葉でやってますけど、はい、そういう時なんかこう見えない力出てきません？そういう相手に対して。いや、それはね、悔しさもありますし、気持ち乗っかりますからね。いや、僕だからね、深井と、はい、あとこの間ものすごいいいシュートを決めた新井、はい、新井、まあ、くしくも2人ともアタッカーですよ、はい、彼らが僕試合決めるんじゃないかなと。なるほど、はい、あ、ちなみに1等当選したらどうしましょう。うん、僕はフットサルコート作りたいですね。おお、マイプライベートフットサルコート、はい、どの辺に。三軒茶屋がいいですね。三茶に、はい、プライベートの個人的なフットサル場、はいはい、僕生まれも育ちも43年間三軒茶屋なんで、はい、地元愛ものすごく強いんですよ、はい、三軒茶屋にですね、はい、フットサル熱をこうもっともっとこう、はい、根付かしていきたいというか、はい、で格安でこういろんな人たちにですね、あ、いいですね、フットサルコートをお願いしまして、はい、三茶付近の方々、はい、フットサル場が間もなくできるんじゃないでしょうかやればねはい、で、団長、はい、僕にもたくさん予想させましたが、はい、団長はいかがなんですか。僕の予想はこうなってます。
団長、はい、やるじゃないですか。やるでしょ。やるじゃないですか。なかなかいいでしょ。湘南鉄板じゃないですか。はい、湘南、湘南一緒でしたね。一緒ですよ、はい、鉄板ですよ。はい、ね、ちなみに、はい、団長さん、今回のおすすめ、もう狙い目をちょっとね、今回もお願いします。はい、はい、任せなさい。こちらです。お、鹿島、千葉。はい、これが、鹿島が勝つんじゃないかと。あれ、逆ですね。逆ですね。やらないですね、はい。ね、さあ、理由はですね、こちらの方になっております。はい、はい、鹿島の七戦勝利なしはないんじゃないかなっていうのとですね、鹿島が、引き分けでしたっけ。そうですね、ね、岩田相手にスコアレスドローでしたかね。はい、はい、やっとちょっとこう調子が出てくるんじゃないかなっていうのとですね、千葉深井がいいとかいろいろ言いますけども、牧の調子が悪いんじゃないでしょうか。2ヶ月得点なし。ここはね、鹿島の勝利が堅いはずです。皆さんもぜひ参考にしてください。もちろん次のコーナーも参考にしてください。陽子ちゃん、よろしく。はい、頑張ります。陽子の大荒れ注意報。さて、今週の大荒れ注意報は京都対大分の一戦です。この試合はホームの京都に投票率が集中していますが、私は大分が番狂わせを起こすのではと思っています。そう考える理由とは、大分は京都との相性がいいということです。リーグ戦、ナビスコカップを合わせ、大分は対京都戦は10戦負けなしです。今季の前回対戦でも1対0で勝利を収めています。前節、大分は首位の清水を破る大波乱を見せました。あれが残留への一縷の望みを信じた結果だとしたら、依然、降格の危機にある今節も勝利への意欲が強いと判断してもいいはずです。そして大荒れ注意報、もう一つの理由は、京都の調子はそれほど良くないということです。京都は現在リーグ戦で4戦勝利なし。前節も下位の千葉相手に終盤にようやく追いついてドローという展開でした。最近の4試合で計8失点と守備が今一つな点も不安要素と言えるでしょう。というわけで、今節は、当該成績の相性が良い大分がそれほど調子の良くない京都から勝ち点を得ると予想しました。皆さん、この試合はぜひ0や2をマークしてくださいね。以上、陽子の大荒れ注意報でした。はい、今回の私の予想、ちょっとね、大分がまた波乱を起こしそうなんじゃないかっていう気がするんですけどね。はい、全く一緒です。もう全く同じですね。あれ？違うな。僕は京都ですね、これ。そうですよね。はい。なんか、じゃあちょっと買い方変えようかな。グラグラの団長ですが、くじを買うときは大分優位のマークに、皆さんしましょう。いいのかな。はい。いいんですか、それ。大丈夫です。そっちの方がいいと思います。はい、さて、トドアンドリーム TV、 今回も参考になったでしょうか。僕の予想は番組の最後でもう一度紹介しますので、参考にしてください。ジャモさんとぜひ、こうね、いろいろ合わせながらにしてくださいよ。僕のだけで勝ってね、外れたって言われるんですけど、僕のに何かを足して買いましょうね、皆さん。ジェフ、いいとこ取りな感じで、ね、いいとこ取りで。はい、第426回の、トト販売締め切りは10月24日の土曜日になります。皆さん、忘れずに一等当選を狙ってくじを購入してくださいね。頑張って、当てますよ、本当に。そうですね、ちょっと噛みかけましたけども。今のかも俺。ジャモさん、今日はどうもありがとうございました。本当に楽しかったです、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっとね、私、はい、今後ちょっとちょっと遠征でちょっと神戸のスタジアムね、ちょっと行こうかなって思ってるんですけど、はい、ちょっと道、はい、ご存知ですか。あ、神戸、ウイングスタジアム。そうですね、ウイングスタジアム行きます。私行ったことないんで、はい、ちょっと教えてもらいたいなっていうのが。あ、わかりました。はい、2号線まっすぐ行って曲がった三宮ガードくぐって、また2号線まっすぐ行って曲がった、ここやウイングスタジアムや。あー、これ生で見れるなんて嬉しいですね。ちょっとバージョンアップしました。はい、はい、もう今日はギャラいらないですね。ありがとうございます、本当に。皆さん、トトの一攫千金の夢を追い続けてください。次回の配信は10月28日の水曜日、短縮版でお届けします。あ、短縮版なんですね。それではまたお会いしましょう。さようなら。チャオチャオ。